マスコットキャラクター松浦です。僕はマスコットキャラクターですっていう感じで、今日はめっちゃ美味しい店に今から食べに行きますよ。そう、麺館さん、ここはね辛いラーメンが結構美味しいって評判なんですよ。僕もね2度3度食べに行ったことあるんですけども、めっちゃ楽しみですね。そんな広島を代表するラーメン屋さん、麺館さんに行ってみようと思います。楽しみです。ピリ辛ラーメン待っとけよ。味噌っぽ食べようか俺は。太麺と細麺もね選べて、結構特殊なラーメン屋さんで楽しみです。じゃあそんな感じで行きましょう。楽しみです。麺館さん行きます。今から楽しみです。失礼します。ゴー。チェックオッケー。はい、麺館さん着きました。あのね、11時半からオープンなんでちょっと待っときましょう。今時間が11時20分前ぐらいに着いたんで待ちましょう。はい、麺館さん入りました。じゃあ注文しましょう。いつも食べるんですよ。味噌っぴ。俺味噌っぴ食べます。いつも味噌っぴなんで。はい、辛さレベルです。0が無料、1,2,3 も無料、4,5 が50円、6から10が200円ですね。はい、やっていきましょう。麺館さんのピリ辛ラーメンです。あ、味噌っぴ味噌っぴラーメンです。すいません、言い間違えました。辛さ0倍の細めで頼みました。825円。はい、この見た目は素晴らしいです。縦切りネギ、わかめ、トウモロコシ、いただきます。松浦くん、今日もやっちゃいましょう。はい、しっかりフーフーするんよ。はい、フーフーはフーフーフー。食べた松浦、今どう思う？味噌がちょっと弱くて豚骨のラーメンの方が強いんですよ、このラーメンは。あえてね、あえてね。これがまたいいよね。え、若干ゼロにしたけピリ辛が、またそれがいいアクセントでね。そこまで辛くなった。うん、そこまで辛くなった。ちょうどいいよね。麺はもうパッツパツ、もう歯切れがいい。これ卵白使用してるんですよ。多分卵白、多分ね、絶対っては言えん。で、口なし色素とかそういうのは何も入ってない。もうこれが純正の乾水の色、これですね。はい、行こう行こう。ふふふ。はい、噛んだ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 、噛め。もっと。なかなかない、この。うん、なかなか。え？なかなかないというか初めてじゃない、ここまでのパツパツの。で、湯がき時間も絶対あえて短くしてる。早い。早い。で、これが逆に良かったよね。逆にいいよね、このラーメン。で、このチャーシューも多分1人前1人前全部きっちり温められるよ、これ。で、熱々でめっちゃ美味しい、このチャーシューが。で、あえてちょっと固くしてるんですよね。それがまた食感が良くなるよね。で、このネギを、ネギ縦切りにするのってめっちゃ大変じゃし、このラーメンに縦切りのネギしか使用してないっていう麺はまあ、ほんと珍しい。俺もちょっと一時期やっとったよ。でも今やめた。手間かかる。いや、手間とかじゃなくて、まあそれは言え。あの、あんまね、カメラ欲しい。はい、行こう。わかね、俺ラーメンのわかめってめっちゃ好きなんですよ。みんな、皆さん好きじゃないです。めっちゃうまくないです、ラーメンにわかめって。結構量入ってます。わかめも入ってるし、コーンも入ってるし、これ。味噌ってだけ入ってる。あ、コーンは？コーンもわかめ。あー、これめっちゃ美味しいね。で、具だくさんよね。味付け濃いめ、チャーシューね。お前どう、チャーシュー好き？あ、これ好き。お前っていつも何考えてくるよ、ラーメン食うとき。こうやってん、何考えてくる？何考えてくる？いや、取り寄るときの何考えてくる？こうやって、俺にこうやって取り寄るじゃん。これ何考えよ、ちゃんと食えよ。ああ、そういう感じ。はい、で、これマジ熱かったよ、俺。ぶち熱い、これ。でも、は、切ったね。切ったね、意味で、これほんまに熱々。わざとらしいとかじゃないよ。でも俺思うよ、この眉毛今日ちょっと切りすぎで薄くない？俺髪型もおかしい。あ、まあ髪型もおかしい。はい、まあ今はそんな真剣にしよう、真剣にしよう。はい、食べた食べた。どんどんぐいぐいいけ、もっといけ。まあね、でもね、麺館さんの大将と奥さん、ほんま情熱がすごいけん、ラーメンに対しても。で、あとなおかつお客さんのことを一番に考えてます。麺館さんの、麺館さんはね、ほんまにお客さんの好みが優先にしようっていう考え。
ラーメン屋さんですね。やっぱゼロからスタートした方がいいよね。まあ、まあ、まずゼロから行って2回目3回目行った時に徐々に上げていったり、そのままゼロでいい、良かったりっていうスタンスで皆さん頼んだ方がいいと思います。本当これめっちゃおすすめなんで、味噌ピー食べてください。はい、最後はドライバー、はい、ブサイクです。はい、今日もブサイク、はい、ご苦労さん、松寺君ごちそうさまでした。メンカさんありがとうございました。ごちそうさまです。はい、ありがとうございました。うまかったっす。あのね、すげえ、細麺が、味噌ラーメンですけど僕細麺にしたんですよ。メンカさんは絶対細麺が個人的にはおすすめです。多分卵白使用してるんですけど、もうパツパツパツみたいな、わかる？で、一見そのなんていうん、スープと麺が一緒別々になるんかなって思いきや、ぴったりドンピシャで合ってるんで、メンカさんはぜひパツパツ系の麺を皆さん食べに来てください。めっちゃ美味しかったです。ありがとうございました。思い出の味でした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。また来ましょう。バイバイ。Without you.